本当の生きがいが何なのか、それは俺にも分からない。だから俺は世界中を放浪してきた。どこかへ行けば胸の熱くなるような、命を懸けるに値するようなことが見つかると思ったからだ。そんなものはどこにもなかった。しかし俺は今それを見つけた。それがお前たちだ。俺は教師としてこの学校に来たんじゃない。ただの男として来たんだ。俺は今から少しずつ教師になる。お前たちと一緒に、お前たちと戦いながら。その喜びを教えてくれたのはお前たちだ。だから俺はお前たちに一言だけ礼を言いたかった。先生、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 先生って呼ばれるのも いいもんだな。俺は今からお前たちと一緒に生きていく。お前たちと一緒に何かを始めよう。先生、レッツビギン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 。昨日の夢に住んでいられずに、明日の愛をもう待ちきれずに、君は飛び出すまだ見ぬ海へと、そうさ、そいつが青春の旅だ。君にはあるか幸せの地図が、答えられるか、なぜそこへ行くか。果てもないのに顔を上げ歩く、そうさ、そいつが若さの印だ。唇噛んで耐えてもこぼれる涙の訳を僕に教えろよ。もどかしいほど心が燃えてる、そうさ、そいつが生きてる理由だ。来いよ大事な何かを、愛する人のために生きてみ